はい、皆さんこんばんは、キソンです。こんばんは、小坂です。はい、日本最高始まります。はい、どうもよろしくお願いします。はい、本日はちょっとお盆休みということですね。そうですね、まあ、電車もちょっと空いてきたかなということで、また先月はちょっと実はまだアップしてないんですけど、はい、もうちょっとお待ちください。今月はね、ホームランの小坂議員のホームランであるまた、諏訪台、広場館で、お送りしたいと思います。何かありますか、告知は。告知は特に今日はない。あ、特にないです、はい、あっさりしてますね。はい、わかりました。でですね、今日はですね、ちょっと前半、前回のちょっとまだアップしてないんで、その前に、岡山からわざわざ来てくれた千田さんがですね、はい、15日の靖国で参拝来るということで、はい、岡山の方から、こちら来たんでね、どうしてもこの番組出たいと。ありがたいです。ということで、もう仕方なく私の方も、いや、ちょくちょく出すわけにはいかんという話はしたんですけど、どうしても本人が出たいということで、あ、それだったらぜひお願いしますということで、いいですね、今日ゲストにお招きしました。はい、それでは早速始めましょうか。はい、はい、それでは千田さんどうぞ。よいしょ。遠くからありがとうございます。ありがとうございます。どうしても出たいと申し上げましてまいりました千田でございます。今日よろしくお願いいたします。お願いします。岡山の方からね、はい、わざわざこの番組に出るってくれるために来たというわけではないんですね。たまたまあれですね、毎年7月15日は靖国に参っておりますので、はい、上京する予定だったんですけれども、今日はこちらに出させていただくつもりで、本当にこのために早く参りました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではじゃあ早速本題に入っていきたいんですけども、はい、なんか今日は2冊本を出されてますけど。あ、はい、私作家ということで3冊、はい、前回の収録の時にご紹介させていただいたんですけれど、はい、今回ですね、私がすごくその今の政治活動にも影響するんですけれど、活動を始めるきっかけになった、先輩というか先人の方のお話をさせていただきたいなと思って参りました。一人がですね、こちらの、田畑武雄先生というパイロットで特攻隊の教官をされて、最後ご自身が特攻隊の隊長を任じられて、翌日に終戦を迎えられて、そのまま戦後に我々を指導していただくような立場で生き残っていらっしゃった田畑武雄先生という方と、はい、それとですね、はい、こちら私の地元岡山県で、先生をされていた名越二郎之助先生という先生でいらっしゃいまして、名越先生は私岡山同士ということで非常に可愛がっていただいて、名越先生といえばよく公演スライドということで90年代80年代末期ぐらいから、プレゼント、いわゆる今でいうプレゼンですね、プレゼンを使った公演っていうのをもうかなり初期の段階からされてた方で、映像を通して実際に皆さんに見てもらいながら現地の話ですとか現地の映像を使って紹介するということで、紹介されました。でちょっといくつかご著書あったんですけど、今日はですね、世界に生きる日本の心ということで、世界各国で日本がどういうふうに紹介されているかっていうことを表した著書ですね、はい、で名越先生といえば1965年ぐらいからもう大東亜戦争という言葉がタブーで、誰も触れることができなかった頃にあえて大東亜戦争という言葉を使って、本当に我々の、今の活動の基礎を作って本当に道を示してくださった先生でいらっしゃいまして、私は地元が岡山で一緒っていうのもあるんですけど、それにましてやっぱり教育者としてその姿勢にすごく心を打たれて教えを2年間いただくことができました。で名越先生亡くなられた時、私は残念ながら浜松におりましたので、直接最後のお言葉を伺うことは本当残念ながらできなかったんですけれど、名越先生多くのお弟子さんを残されて、で名越先生の最後の弟子って言われてる健骨先生って、私とほぼ同世代の方と健骨さんと名越先生の思いを次の世代に受け継いでいきたいなというふうに思っております。名越先生も田畑先生も我々次の世代にいわばバトンを託して、もう残念ながら別れてしまったので、そのバトンを我々が受け取ってそれを次の世代に伝えていきたいなっていう、これが今の私の政治活動の一番の根源になってます。原点なんですね。原点ですね、本当に。もうそれまではいわゆる私の場合は台湾とか韓国、台湾との日台関係っていうのをずっと活動してたんですけれど、田畑先生それから名越先生に
名越先生はシベリアに5年間抑留されて、でその時の、まあ、悲惨な話っていうのは実はあまりされなくて、日本と韓国との関係、それから日本と台湾との関係、それから有名なのが日の丸三兄弟っていうのでよく使われて、ちょっと今日映像持ってきてないんですけれど、パラオとバングラデシュの国旗がこの日本の国旗と非常に酷似しているということで、色違いです。そうです、そうです、はい、あの色違いの三兄弟っていうことで使われている日の丸三兄弟の話ですとか、それからまあインドネシア、それからやっぱり台湾、韓国と その親日的な国との、こう日本との交流の秘話ということで、いろんなエピソードを我々に残してくださいました。でもあの日本の教科書には出てこないような話、 それからこちらにあるように、世界各国で日本がどういうふうにこう紹介されているかですとか、それからまあちょっとこちらではあのファローの話が出てくるんですけれど、戦前の、南方神社、まあ、ペリリュー神社になっているんですけれど、その現地で日本との関係、それから日本人に対する思いっていうのを形にして残してくださった。で、あの残念ながらもう9年前にお亡くなりになってしまって、もうお話を聞くことは本当に残念ながら聞くことはできないんですけれど、それを伝えていきたいなっていうふうに思ってます。すみません、ちょっと気になってしまいましたね。で、名越先生はじゃあ実際に教えを受けたということ、はい、そうですね、あの、ええ、名越先生、まあ、高校の先生されても、はい、教頭先生もされてて、ええ、非常に大学の高千穂大学で、ええ、高千穂商科大学で教授もされてて、ええ、お亡くなりになる2年間、最後の2年間で、まあ、ええ、仕事をご一緒させていただくことができまして、はい、ああ、そうなんですか。そうですね、だから私は直接の弟子っていうわけではないんですけど、はいはい、幸い本当に2年間教えをいただくことができて、本当に右も左もわからない、はいはい、未熟なものだったんですけど、やっぱりいろんなことで教えていただいて、で名越先生すごく分かりやすかったな、難しい話を映像を使って、はい、こういう、そうですね、資料を使って教えてくださったので、すごく自分の目に見て、そして話を聞いて、はい、すごくスッと落ちるお話をいただきました。さんなんか写真が入っているみたいですね。そうですね、こちらの著書が約650点ぐらい写真が使われてまして、これ本にすると、はい、あの当時の価格で10万円ぐらいするのを一件一件許可取って、はい、こちらの一冊にまとめて、非常にお買い得な本なんですけど、今残念ながらもう絶版になってますので、天然社、天然社さんでこういう感じで、はい、あの映像を見れる人はあれですけど、これじゃあもう今もう手に入らないってことですね。そうですね、アマゾンの中古ですとか、そういうところでもう古本でしか手に入らない著書になっております。あとはまあこちらみたいな図書館で、あ、バレてしまった、あの、実は千田書庫から持ってこようと思って、千田書庫、はい、千田書庫はちょっと著書が1万冊超えてまして、はいはい、この1冊を見つけることがお恥ずかしいことにできなくて、ちょっと慌てて、まあ、今日上京してきたんですけれど、昨日図書館に駆け込んで並行から出してもらって、千田図書館には一応あることがある、はい、あるんですけど、多すぎちゃって、多すぎてちょっと見つけることができなくて、はい、お恥ずかしい限りで、ということは、うん、図書館に行けばまだ、あ、そうですね、あの大きい図書館に置いてらっしゃると思います。はい、なくてもリクエストすれば、あ、そうですね、どこかの図書館から取り寄せて、はい、そうですね、ぜひ杉並でも、そうですね、杉並でもぜひ、杉並なさそうですよね。荒川もあると思いますので、杉並もあると信じております。杉並はもっとひどいところだ、あんまり言っちゃうとあれですけど、はい、こうカットね、カットね、なかなかね、まあ、地域によって大変だと思いますけど、で、あともう一つこの田畑先生、はい、はい、田畑先生があの、まあ、特攻隊の教官をされてた先生で、はい、私最初あのお会いした時にいきなり会った瞬間に椅子にかけなさいよって言っていただいて、はい、かけた瞬間、はい、2時間ぐらいお話をブワーッとされて、はい、でしきりにこう二色線三色線みたいなのされて、はい、二色線って何だろうと、はい、後で戻ってパソコンで調べて、まあ、飛燕ですね、はい、それからはやぶさもそうなんですけれど、はい、当時リアルで生きてもう自分ご自身が乗ってらっしゃったので、はいはい、そういうお話をされながら本当に、はい、あの本当朗らかで明るいお人柄で、うんうん、私は本当にいつもこう笑いながら教えをいただいてたんですけれど、はい、実際にこう机の上には、確かあれは飛燕の模型があったんですけれど、飛燕、はい、を使いながら空中戦の話とかしていただいて、で本当にこの著書ご著書を拝見すると本当に悲惨な戦場でもう何度も死にそうになりながらも生き残ってらっしゃって、
でその時の話っていうのを本当に悲惨惨な状況なんですけど、そういう話は本当にされないん でいかに日本が、まあ、世界中からこういうふうに思われているかっていうことと、いかに平和が大事かっていうことを教えていただきました。で他 その戦争に行かれた方との一番田畑先生が違ったところは、そのお母さんの愛っていうんですかね、あのお母さんがこう田畑先生お子さんに向ける愛情の話を非常によくされて、私は本当にやっぱ戦争行かれた方って結構勇ましい方が多かったんで、そんな中でこう母の愛情、お母さんの声がなかったらっていうようなお話されたのが非常に印象深くて、で人間的にもものすごくこう感銘を受けた先生ですね。で田畑先生も本当あのもう私がお会いした時は80後半だったんですけれど、非常に元気で活発で、あの元気だったんですけど、やっぱり9年前にお亡くなりになってしまって、で、まあ、有名な話が比叡対グラマンで、比叡が2期、グラマンが36期で、はい、2対36で戦って11期撃墜して、はい、お二人は、まあ、機体を失ったんですけれど、はい、その二人は生還されて、機体は最後大破してしまって、はい、もう最終的にその、はい、もう一期の方はあの初陣、はい、初めての戦いで田畑先生と一緒に出陣して、うん、その方がまず、まあ、被弾して戦場を離脱させたところに、うん、あの田畑先生と残り20数機で追っかけられて、最終的に胴体、はい、そうですね、胴体着陸して生還されて、はい、で機体は2機大破したんですけれど、はい、10機も落として生還された伝説的なパイロットの方なんですけど、はい、そういう勇ましい話を全然私にはされなくて、いかに戦闘機が乗り心地がいいかみたいな話を、比較的明るい話をされて、でもやっぱりこう心に訴えるお話、何が大事かということを教えていただきました。で田畑先生もあの著書はすごく、まあ、こう昔のものが多いので、はい、今なかなか手に入らないんですけど、こちらの著書は昨年法人社さんから、はい、永遠の秘宴ということでリメイクされたもので、これは今でもお買い求めいただけますので、ぜひ文庫を手に取ってください。でこれもですね、ちゃんと千田書庫にはあるんですけれど、やっぱり見つけることができなくて図書館で、はい、書いてきました。すみません。じゃあこちらの方もね、ちょっと後で、はい、そういう大東亜戦争を生き抜いてこられた方、はい、直接の話でも、はい、いろんな方とするんですけど、やっぱりすごい朗らかな方が多いですよね。そうですね。うん、まあ、そういう苛烈な経験されたからも、うん、こうまあ、ごつごつしたこう、ないですね、男的なっていうよりも、うん、すごく包み込むような、うん、優しい、はい、そういう人が多いなという、うん、私もお会いしてて感じますよね。全く同感でして、その私戦艦大和の生き残りの方の講演を主催して3回ぐらい講演やらせていただいて、はいはい、その方 もう本当に海軍の、はい、いわゆるネイビーで、すごく上品な方で、戦後は日本大学で物理学を教えてらっしゃった方なんですけれど、もう本当に大きい方で、温厚で真摯な方で、それからまたもう一人ちょっと今日著書を用意できなかったんですけれど、はい、インパール作戦に行かれた海の方で、はい、あれだけ凄惨な戦場で、うん、本当に帰ってきたのが奇跡みたいな状況だった方もやっぱりすごく温和な方で、うん、あのまあ、一昨年亡くなってしまったんですけど、はい、桑木先生という方で、はい、その方はどういう本か、はい、その方はですね、まあ、そのインパール作戦ご自身の体験のこう記述したものを残されて、まあ、それもお話私の会で していただいて、幸いその先ほどの大和の方の鈴木先生という方と桑木先生のお話を DVD にして残すことができて、ただやっぱりこちらの名越先生とか田畑先生はちょっとそういう私には機会がなかったので、私も全国でこう、まあ、教え子というか、はい、こう自分のこう考え方をお話ししてこう、まあ、教えるというとおこがましいのであまたそういう言い方しないんですけれど、そういう子たちにこう先人の亡くなられた戦争に行かれた方の思いとかお話っていうのを残していきたいなと思って、でちょっとここ5年ぐらいはそういう方のインタビューを撮ったりですとか、あのお話をこう文章にして YouTube、そうですね、動画にして載せたりっていうことをこう、まあ、残していきたいなっていうふうに思ってやっております。
あと同時にやっぱりこう、まあ、今日もそうですけれど、はい、こう一般の方にお越しいただいて、うん、皆さんにその戦争に行かれた方の話、うん、で我々より上の世代だともう戦争に行かれた方と接するのが当たり前で、うん、みんなもうある意味聞くことが簡単にできましたけど、はいはい、今の我々それからも今の二十歳前後の方にも聞くことが難しくなってくるので、そうですね、うん、そういう方にお話を残していけるような機会を作っていきたいなっていうのは思っています。そうですね、はい、まあ、本当にね、もう皆さん結構ご高齢で、そうです ね、こればっかりはもう人間という自分がありますからね、はい、しっかりとその話を聞いて伝えていく人がいないと、はい、途切れちゃいますからね。そうですね、日本のいわゆる縦の歴史、うん、先人からのこう脈々と受け継がれてきたものっていうのを次の世代に伝えていくことがやっぱり我々の責務だというふうに思って、うん、まあ、そういう活動もやっていきたいなというふうに思ってますし、やっぱそれがやらなきゃいけないっていうのは、田形先生にしろ名越先生にしろ、我々にバトンを託してくださった、うん、そのまま行かれてしまった方の思いっていうのをつなげていかなきゃいけないなっていうのは、うん、私の場合末端なんですけれど、そういうふうに思って、うん、これからも続けていきたいなっていうふうに思っております。うん、まあ、今ねちらっとお話出ましたけども、毎月やっておられる、はい、前でもお話されてましたよね。そうですね、はい、今度は、これ今度10月、はい、10月の22日、土曜日の午後に、産経新聞の元、テヘラン支局長をされてた高山正幸先生、週刊新潮で今も連載変幻時代を書かれてるんですけれど、はい、高山先生にお越しいただいて講演を行おうと思ってます。はい、で高山先生は毎年、まあ、9月頃に変幻時代っていう、うん、こう新潮社で毎年新刊を出されてまして、はいはい、毎年そうなんです。で、うん、今年はちょっと入稿が遅れたそうでして、うん、10月にやらせていただくことになりました、はい、高山先生は本当に文章も、おしゃれな感じなんですけど、ご本人もすごくおしゃれで、はい、しかも秀逸な方で、はい、楽しい内容になってますので、うん、ご興味あればぜひお越しいただければと思います。これはあれですよね、毎月1回やってて、まあ、ちょっとお休みするけどもまた秋から再開するって、はい、この間そうです、そうですね、ちょっと夏の間休ませていただいて、うん、月に1回の千駄会で勉強会をさせていただいて、はい、11月ももう講師決まってまして、11月は誰ですか。11月はですね、元、駐ウクライナ大使の馬淵光雄先生にお話しいただくことになってます。馬淵先生は私がやるのが次で5回目なんですけど、やるごとにご参加される方が増えて、そうですか。1回目は70人ほどだったんですけど、はい、前回昨年やった時は150人になりまして、はい、まあ、会場あふれてしまって、はい、まあ、お客様にはお叱りいただいたので、はい、次回は大きい会場でやろうと思っております。ああ、じゃあ次回は後楽園ホールかなんかでホールはちょっと私はまだそんな器ではないので、もうちょっと文京シルクセンターっていうのね、後、はい、楽園に近いんで、すいません、格闘技で格闘技で後楽園ホールかなと思ってます。そうですね、ボクシングのもありますし取りたいとこなんですが、そこまでまで行けないのでシルクセンターの中で、なるほど、はい、思っております。でこれは10月22日の、2時から4時半です、ね、あ、そうですね、はい、で11月もちょっとまた決まり次第お知らせしてまいりますの で、で私の場合はもうさっきの話もそうなんですけど、はい、コアな方に知っていただくっていう一般の興味はあるけど話ってどんな難しいなっていうのを、はい、広げて、そうですね、はい、一般の方にお話聞いていただいて興味持っていただきたいなっていう趣旨でやってますので、はい、そう専門家の難しい話っていうよりは、はい、こうちょっとこうとつきやすいというか、はい、砕けた感じで入っていただいて、うん、興味持っていただきたいなっていうことでやっておりますので、うん、はい、ぜひ皆さんもお気軽に来ていただけましたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。何かありますか、お父さん。今お話しいただいたお二人というのはそういう日本の盾と守りたいというので、はい、放送局作るのにご尽力されたんですね、はいはい、チャンネルさくら、そうですね、創設の当初の大変ご尽力された方、はい、その2人とも亡くなる直前まで番組出演されていて、そうですね、はい、もう名越先生も亡くなる1ヶ月前まで確か出演されてたので、うん、いつ頃亡くなる名越先生が9年前です、ね、9年前で、田形先生もほぼ同じ時期に
同じ、私も最後お会いしたのが亡くなる1ヶ月ぐらい前で、ちょっともう足を引きずっておられて、ちょっと体調悪いんだよみたいな話をされてて、お話ししとけばよかったなっていうのは思ってます。で、ちょっとこれはまだこれからの話なんですけど、はい、名越先生亡くなられて来年で10年になりますので、はい、名越先生のまあお弟子さんとかを中心に、こう名越先生のこうご縁になった先生方をお招きしてシンポジウムみたいなのをやりたいなってこう思ってます。あの忍ぶ会って暗いものよりはもうやっぱ名越先生すごく明るい方だったので、こう楽しい明るい感じでできたらなって、これは私の勝手な思いなんですけれど、それを通してこう先生に接したことがない方にも、はい、あの先生のこう思いを受け継いでもらえたらなと、うん、坂先生はすごくご縁だったというふうに伺ってるんですけど、多分栗林さんはないですよね、はい、直接はないですけど、あれですよね、お父様が感情が結構かもしれない、はい、あの仲が良かった。あ、そうなんですか。前話しませんでしたか。あ、そうでしたね。あのお父様と名越二太郎之助先生がすごい仲が良くて、名越先生がお亡くなりになった時に、葬儀にからこう山のように本があって、でその本をどうするんだとこうご親族の方に聞いたらしいんですよ、はいはい、あのそのさんのお父様が、はい、でそしたら、いやどうしようか困ってるみたいな話をしたらしいので、はいはい、じゃあ俺がこう全部こう引き受けるというので、はい、名越先生の蔵書を引き受けて、はい、譲ってもらって、それが那須の戦争博物館の図書室、あのやたら本のうちもなそうね。そこのかなりの割合は名越先生から譲ってもらった本だというふうに直接お父様から聞きました。ああ、親父どうですか。はい、でそうですか。あの私先生亡くなられた後に、はい、ご自宅に手を合わせに行かせていただいたら、はい、ごっそりご著書がなくなってたので、はい、それじゃあ全部うちの後も出ちゃったと。はい、あの私どなたが持ってたか伺わなかったんですけど、じゃあうちの親父だったんですね。はい、まあ、綺麗になくなってましたのは今でも横棒です。ああ、そういう話がぴったりつながりました。謎が解けました。聞いてますよ。はい、何でも大量になった。そうですね、まあ、ご縁があるという。そうですね、どういうご縁か。引き継いでって、ね、先生の膨大な資料とご著書ちゃんと管理してるかどうかちょっとチェックしてください。いえ、引き継いでってください。あのお父様の思いを。そうですか、不思議な縁ですよ。そうですね、あ、そういう関係だったんですね、うちの親父と。なんか目に見えない何かあるんでしょうね。まあ、世代的にね、はい、いつの間にもシベリア行ったっていうので、うん、まあ、そういう世代だから余計だったんですよね。うん、本当名越先生はお人柄がすごく小柄、まあ、優しい方だったので、はい、どんな方とも仲良く、はい、あの接されてたので、偉い方でも私のペペ、当時まだ25、6歳の本当新人のペペだったんですけども、千田さん、千田さんって言ってすごく可愛がってくださって、うんうん、でこう仕事のわざわざこうなんていうんですかね、待ち合わせ時間の2時間ぐらい前に来られて、2時間前すごい、ちょっとこうお茶でも飲みながら話そうよって言って、はい、こう膨大なあの紙資料を見せていただきながら、はい、一個一個お話伺って、はい、こう写真をいいのがあったら持って帰っていいですよっておっしゃいながら、いやもうたくさんあるので、はい、とてもコピーを取れなかったんですけれど、はいはい、今思ったらあれもちょっと残しとけばよかったなっていうのは、全部うちの親父が全部持っちゃうからよかった。あの、まあ、今那須にあるっていうことが今分かりましたので安心しました。アルバムとかもたくさんありましたね。そうですね、すごい多い戦争時代で、はい、それは那須にあるんですか。那須にあるんですか。見ました、見ました。あるんですね。見に行ったらそういうのがいっぱいありました。ああ、じゃあね、今日聞いてくださってる人、名越先生の残されてるの興味ある人はもう皆さん制作物館行っていただくということで、はい、私も行かせていただきます、ね、はい、そうすれば実際それを閲覧できるということで。そうですね、はい、あのちょっとお弟子さん、最後のお弟子さんともちょっとお話ししたことがあるんですけど、はい、まあ、膨大な資料もですし、はい、先生がそのさっき の、まあ、あの最後亡くなるとき創設されたテレビ局の映像とかも、はい、若干は多分残ってると思うんですけど、はい、やっぱそういうものを残して伝えていきたいなっていうのは、はいはい、よくあの私面識はないんですけれど、大空の侍、はい、あのこ
こう小説で読んですごい憧れて、はい、でも映像で見ることができなくて、はい、どんな方なのか、坂井三郎さんってどんな方なのかなと思った時に、はい、YouTube にポンと上がってる動画を見て、はい、こういう方だったんだっていうような、はい、ちょっと個人的にそういうこともあったので、はいはいはい、やっぱ名越先生の、まあ、動画もそうですし、うん、先ほどの田畑先生もやっぱりそういう形で残していきたい、はい、残念ながらもう今とかあっては残ったものを整理して残していくことしかできないんですけれど、うんうんね、逆にまだこう我々に教えることができている先生方のは少しずつ残していっていきたいなっていうのを思ってますし、皆様とも一緒にやりたいなっていうふうに思っております。わ、はい、かりました。なんかね、ちょっとそういう展開になっちゃうかったんで、内倉さんの話が出てくると思わなかったんですけども、まあ、前々回出てもらって、はい、まあ、そんな期間ないですけどね、ちょっと今後の抱負、そんなに1、2ヶ月で変わんないでしょうけど、一言、まあ、今日はちょっとこういう私のこう、なんていうんですかね、活動の原点みたいなお話させていただいて、はい、やっぱりこういう先輩方とか亡くなられた先人の方々の思い、これは政治活動とは別に思いを次の世代に残していきたいなと、はい、例えば私は結婚してないし子供もいないんですけど、次の我々の子供の世代にこの思いとかこの話、それから受け継いだものを残していくっていうの、これはもう私の生涯の、はい、私ライフワークって言い方はすごく嫌いなんですけれど、ライフワークとして生涯かけて残していきたいなっていうふうに思ってますし、はい、やっぱりそれが日本人がずっと受け継いできた歴史であり、うん、伝統であり文化であり、これ以外私は残していく必要はないとまで言うと、まあ極端ですけれど、はい、歴史と伝統文化、これを紡いで残していく、うん、これをこれからも続けていきたいなっていうふうに思っております。はい、はい、わかりました。で、政治活動の話はちょっとまずいですか？いや、全然いいんですけど、うん、今日はちょっと。その活動はどんな感じですか？まあ、政治活動はですね、もう昨年、まあ、私県議選出て負けてますので、はい、もう雪辱と言いますか、次こそは勝つということで、日々、うん、回っていくことしかできないですし、もうよく言われるんですけど、日焼けして皮がむけてボロボロになって、うん、一軒一軒でもご挨拶に行くことしかできないですし、はい、まあ、今月中にはポスターが出来上がる予定になってますので、はい、このポスターをこう貼りながら皆様とご挨拶して、はい、それは一人の、そうですね、私のちょっと今までできなかったので出来上がる予定ですので、はい、そのポスターを貼りながら、はい、次に向けて続けていきたいなって思ってます、はい、まあ、できれば岡山県の、そうですね、まあ、応援してやってもいいという方いらっしゃったら、ぜひご協力いただきたいなというふうに思います。はい、よろしく。倉敷。あ、はい、選挙区倉敷ですので、うん、まあ、倉敷中心に近隣の岡山市ですとか、はい、総社市でもちょっとずつでも張っていきたいなというふうに思っております。まあ、今日ね、1000人ぐらいの方おられるので、そうですね。1人ぐらいは、1人か2人ぐらいは必ず知り合いの方、辿っていただければ、はい、これ倉敷に知り合いの方おられると思いますので、ぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもうね、我々、私も選挙出てるみたいな、わかりますけど、そこに住んでるからだけじゃないんですよね。その全く関係ないところでも応援してくれるよって人は、まずお金を入れていただくこと。これも、ね、正直な話、すごい重要なことなんですよ。まあ、お金とあと、その応援、いろんな方法ありますけども、紹介していただくっていうことが、これ非常に大切で、やっぱりその議員を目指すもの、議員にとって一番大事なのは命なの、これ名簿ですからね、名簿を作っていかなきゃならないということで、ぜひ本当に倉敷知り合いがいるよっていう人おられましたら、ぜひ千田さんご紹介お願いします。よろしくお願いします。杉並区にもいますので、杉並区もお願いします。今日は千葉の人もいるんで、千葉市の人もよろしくお願いします。知り合いの方おられましたら、まあ小崎はもう鉄板だからいいですよね。いやいや、今更メンバーはもうこれ掴めるから、あ、そうですか、大丈夫ですか、やっぱ欲しいですよね、メンバーね欲しいですよね、欲しいですって言いにくいですか、やっぱり言いにくいですけど欲しいですよね、そういうの欲しい、うまいこと言うなまあでも本当にそういう感じでね、一人でも多くの方がちょっとご協力いただいたのかということで、彼も岡山の方で頑張ってますので、ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ前半このあたりで終わりにしますので、はい、また遊びに来てください。ぜひよろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。ありがとうございました。